それじゃあちょいとクルダを見てきます。しかしクルダには岩盤が迫っているのだぞ。何、いざとなったらこいつの魔法でドロンすりゃいいんです。簡単に言うな。この後に及んで出し惜しみはねえだろう。何でもありってわけにはいかん。来い、レン・フーマ。分かってないな。全然勝負になってないのに死んじゃうよ。いいのかよ。ハーゲー、クルダ流行殺法インヌカタ。ハーケン、バーカ、陰竜カタールの威力はハーケンの2倍だぜ。クルダ流行殺法エイギーソード。エイギーのソードは威力はでかいが真空を作り出すのが遅い。一歩踏み込んじまえばただの回し蹴りなんだよ。セイバー、陰竜のセーバーは蹴りの動作に入った段階から真空を発生させる。お前らの技は練りが全然足らないんだよ。陰竜は一つの技を練りまくって作ってんだ。だから絶対に破れないんだ。何度も立ち上がるのはくだらない伝説に縛られっからだ。クルダの傭兵に交代はない。立っている限り敗北はせず、その力は一騎当選。我が一撃は無敵ない。伝説なんて信じても何の力にもならねえよ。お前が伝説を信じてる限り俺には勝てない。俺は俺の力だけを信じてる。だからどうした。なんだと。あなたが
力の元である陰竜を信じるように僕も。正義が無敵だと信じる。だから立つ。クルダ流考察法エーモン視察に。なんちゅうタイミングで到着するかね。ドローンするか。そんなわけにはいかねえよ。